北新図書株式会社とは図書教材の出版、販売、学力水準検査を行う株式会社。北新テストという埼玉県内の中学生を対象とした学力偏差値を算出する高校入試模擬試験を行っており主な事業としている。かつては高等学校の学校案内に関する書籍も発行していたが2019年現在は 北進テストの過去問題集以外の書籍の発行は行っていない。北進テストは書店や塾を介してもしくはインターネットで北進図書へ各自で申し込み指定された会場に出向いて受験。後日、受験生の自宅に特定郵便で結果が送付される。百五十二年に誕生。九百七十年代に埼玉県内の公立中学校で実施が 広がっていった。1992年以前、埼玉県内の公立中学校では、授業時間内に、北新テストを実施。中学校教員は算出された、偏差値を参考に生徒に対して、進路指導を行っていた。また、私立高等学校の事前相談会に、中学校教員が、受験生の北新テストの成績を持ち込み、高校側の条件を満たせば、 入学試験前に合格を確約する仕組みが存在していた。しかし1993年2月に業者テストの結果による入試選抜禁止及び中学校側に対し業者テストへの関与を厳に慎む要文部省が通知を出した。一降、公立中学校教員は進路指導は内心や定期テストや地域の公的テストの結果を参考とし、 北進テストをはじめ業者テストの偏差値を利用できなくなった。しかし1993年以後も埼玉県内では受験生及び保護者に向けた事前相談会において持参された北進テストの成績を参考にして入学試験前に合格確約を通知する私立高等学校も存在し入試の判断材料になるまでに定着している。このため受験は 任意の模擬試験ながらも埼玉県内の中学3年生の9割が一度は北新テストを受験している。2020年年度は新型コロナウイルス感染防止のため中学3年生対象の第2回にあたる2021年6月21日及び第3回にあたる同年7月19日第8回にあたる2022年1月10日の北新テストは 自宅受験版の開催となった。なお、同年度第4回から第7回は、感染防止対策を施した上で例年通りの会場受験となった。北進テストってどんなテスト北進図書。2018年11月12日閲覧。ABC、平成とは埼玉高校受験と偏差値。朝日新聞デジタル。朝日新聞社。 オリジナルの2018年11月11日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20181111215325/https w w w a s a h i c o m スラッシュ l e ティクルズスラッシュ CMTW181030110001.html2018 年11月12日閲覧。AB、リスニング記者のメッシリツコーの、入試事前相談イコール藤田剛デジタル毎日。毎日新聞社。 https://mainichi.jp:/articles/20151028/org/00m/070/00400c2020 年10月24日閲覧。偏差値教育に対する、教育庁の考え方について。埼玉県議会平成29年6月定例会、一般質問,問質疑質問。 答弁全員分。埼玉県。2020年10月24日閲覧。北新テストを復活させ、中学校での進路指導の実施を。埼玉県議会平成28年9月定例会。一般質問質疑質問。答弁全員分。埼玉県。2016年12月14日閲覧。AB、やっぱり北新テスト朝日新聞デジタル。 朝日新聞社。http コロンスラッシュスラッシュ mitown.a.fi.com スラッシュ埼玉スラッシュニュース .php 系 ID コール1計1000長6911億1021万1 2012年6月30日閲覧。北進テスト情報最新情報北進テスト www.hokushin-t.jp、ok、2020年5月22日閲覧。北進テスト最新情報。2020年12月7日閲覧。ありがとうございます。